本日お忙しい中、新体制発表お越しいただきまして誠にありがとうございます。私の方から、手短ですけれども、新体制についてちょっと、お話をさせていただきたいと思います。スタッフの方ですけれども、監督は引き続き、高木監督に指揮を執っていただきます。以下スタッフの方は、キーパーコーチに新任で中村博樹氏に、お願いすることとなりました。後ほどまたご挨拶させていただくと思いますので、いただきます。それからですね、選手の方、本日より、トップチームの方を指導いたします。昨年のですね、統括会見の時にも言わせていただきました、失点数を減らすことをに関しまして、今シーズンしっかりと目を向けて戦ってまいりたいと思います。とはいえ、我々のスタイルとしてですね、ゴール前に、人数をかけて重心を後ろに重きを置いて戦うという戦術は、我々は取りません。我々のスタイルとしましては、攻守において前向きに矢印を前に出していく、これが我々のスタイルだと思っております。攻撃においてはボールホルダーをどんどん追い越し、ゴール前に人が湧き出ていくような攻撃、それからですね、守備に関して言いますと、その分しっかりと戻す、攻から守への切り替えの速さ、また、守備陣形を整えたのであれば、チームとして前向きな守備を行っていく、これが我々のスタイルだと思っています。その中で一番キーとなってくるのが、やはり走る力、走力、ここは、一番重要になってくるのではないかと思います。ここの走る力、走力を持った選手、それからですね、我々がこれまで大事にしてきた思考の部分、頭の部分ですね、この2つ、つまり頭と足を動かし続けられる選手を中心にリストアップし、獲得いたしました。2017年に強化育成部にし、スローガンとして打ち出しております鍛え育て戦い勝つ集団を作り上げること、それからそれをピッチ上で選手たちが表現することが、J2 昇格、 J3 優勝の最大の近道だとそう信じております。明治安田生命 J3 リーグもですね、大変拮抗したリーグになることが予想されます。我々ガイナーレ鳥取はですね、全力にひたむきに最後まで諦めず愚直に走り切り、今年のスローガンでもあります情熱を持って戦ってまいりたいと思いますので、2020シーズンもですね、引き続き皆様の熱いご支援ご声援のほど何卒よろしくお願いいたします。簡単ではございますが、私からは以上でございます。